インフレータブルは空気などを注入することにより膨らませて膜の内圧により構造を支持して使う膜構造物の総称である。インフレータブル型の製品は中空構造の場合が多く軽量化しやすく空気を抜いて畳んで小さくして運ぶことができる利点を持つことが多い。日本ではインフレータブルという言葉はボートやカヌー、 カヤックなどの空気注入式の小型集艇の形式でインフレータブルカヌーという呼び方をするほか、携帯用のライフジャケット、枕や浮き輪などアウトドアグッズの類いで多く用いられる。また、イベント用品で空気やヘリウムガスなどを注入したり、送風したりして用いられるインフレータブルバルーンもあるが、この記事ではアウトドアグッズについて述べる。 インフレータブルタイプのカヌーによる川旅、過去川カヌーの構造には折りたためない、通常のリジッドタイプカヌーと、骨組みに外皮を組み合わせる構造で、運搬時に折りたためるフォールディングカヌー、そして空気注入式のインフレータブルがある。フォールディングおよびインフレータブルは、乗員数にも夜が2人用程度であれば、乗用車のトランクにも入る程度の大きさに、収納できるものが多い。 ただし、骨組み自体もそれなりにかさばり、重量もあるフォールディングと比べ、多くの場合インフレータブルは、軽量で場所を取らないという特徴を持ち、構造がシンプルなため安価で、電動ポンプ等を使用すれば組み立ても、極めて短時間にできるという利点がある。ただし、浮力特性は、フォールディングの方が、通常型のカヌーに近い。インフレータブルカヤックの類に、ダッキーと呼ばれる。 渓流下り用のものがある。ありがとうございます。